Thank you.
今度、今回のタイトルになったんだよ。君と俺との電車ごっこ、吉祥寺この2つの街、吉祥寺に通ってないけど、チンチン電車を思い浮かべろ。 ピンクビーツっていうバンドやってるんですけど、あの死ぬ名ばっかりのあのどうしようもねバンド、クソバンドがあるんですけど、そのギタリストのね加藤金がどうしてもお会いやお願いだよ、出てくれよな、愛してるからって言うから、分かってるよ、そんなことって言って、まあ今日こういうねあの企画できることになりました。ブラックナブラ本当にありがとう。それじゃね、こんなところで、みんなの、心もね温まってきたんじゃないかなと。
思います。さあ今日は今日今俺ノープランで喋ってるよ。そこら辺も楽しめよお前ら。いいかこの吉祥寺、そういういろんな楽しみ方あるから。さあ新曲パワー&クライ。
何も今日考えてないから喋ることがありません。一つだけ言えることは本当に出てくれた人、みんなバンドですね。ありがとう。最高のバンドばかりでした。本当にね、仲いいバンドマン、あとここで見て本当にかっこいいと思ったバンドマン、そういう人たちを今回呼んでね、本当に最後のイベントになったと思います。本当にね、本当にラウドパークから帰ってきた達也とかもよろしくお願いします。さっきからね、全然声が盛り上がってないからちょっと俺の中でショックだな。まあでもね、わかります。達也が盛り上がらない理由、俺のバラード聞きたいんでしょ。お前らが言ってたぞ。
うちまだね復活して間もないんで、まだ2人のサポートメンバーなんですけど紹介したいと思います。ドラムのサラバウンスっていうねバンド組んでます。ドラムのコウです。そしてね、ベースは、KN750R 通称モーターファッカーっていうねバンド組んでます。KN750R テストロスリオ。本当にね、2人のおかげや、そして本当にブラック&ブルーの本当に角犬なんかのおかげで、こうやってバンドは本当にできてると思います。本当にね、バンドって続けることに意義があるんだなって本当に思います。本当にね、みんなありがとう。ありがとう。真面目か。本当にね、真面目な人間で、本当にね、本当にロックバンドっていうのはクソバンドばっかり多いんですけど、本当に俺だけは唯一まともなんですね。今日もね、なんか吉祥寺クレッシェンドっていうところで、なんかモーズバッドモーズとかいうバンドの、本当にしょうもねえバンドがね、上がってるんで、それをね、見てる人もいるかもしれないけど、本当もうみんな正しいんだよ、ここにいて。さあ、話すことがついになくなりました。さあ、それではね、そのモーズバッドモーズっていうバンドでも同じタイトルの曲があるんですね。レインソング。Yeah.
回だけしか言わないぞ。ちゃんと聞き取る、録音するやつ録音してくよ。愛してるぜよ。え、大丈夫、みんな俺のこと愛してるよね。大丈夫だよね。気持ちが感じる、愛してるのか。いや、ならいいんだよ。行くぞ。永遠と飲みたいんだから、もう三浦さんと乾杯したくてしょうがない。あ、ごめん、喋ってなかった。いや、もう一体ね、何が言いたいかというと、本当にお前ら愛してるよ。2回目言った。
ほんまそういうのやめそうです。ありがとうございます。